え皆さんこんばんこばは、えー、今日はですね、あのもうここ最近私の中でね、あの成形写真というのはね、結構まあ、熱いわけですよね。はい、で、えー、私もね、やっぱりね、こういろんなロケ班とかしなくちゃいけないとかっていう,こう、いろいろある中で、やっぱりね、こう機材に走っちゃう人,人なんですよね、僕はね。機材に走ってしまう人なんで、どうしてもね、こういう、まあ、道具であるですね、この、まあ、物欲に駆られながらですね、こういうのをこう見てしまうわけですよ。 はい、でそんな中でですね、TSE、えーまあの, TS の 24mm 持ってますけども、あれは非常に、ねえー、性能がいいと、えー、いうことが分かりました。で、えー、その、まあえー、傍らですね、えー、景色をねもっと多く,、まあ多くね、取り込みたいという、えー、シーンもあるわけですね、その対象によってはね。うん、で、超広角で何かねこうコストパフォーマンスの高いものはないかなということで、えー、物色したわけですいね。はいで えとね、まあ単焦点でね、TSE の 17mm っていうのもありますけども、あれがね、非常にお高いんですよね。27万ぐらいの低価で、えー、まあまあ、高いんですよ。ね。で、そんな中で、えー、私が今注目しているのはですね、このキャノンの EF16 から 35mm の F4L、F4 ですね。日八じゃなくて、4ですね、えー。これはですね、去年の、えーまあ、夏だか秋ぐらいにこう発売されたばかりの レンズなんですよ。ね。まだ半年経ってないのかなうん。新しいんですよね。はい。このレンズがですね、え非常に私の中では、お、すごいというふうに思ってるわけですね。はい。で、価格もですね、えー、あの、ドットコム、価格コムで見るとですね、11万円台とかで売ってるわけですよ、これが。ねえ。えー、これはですね、私昨日ぐらいからね、もうこればっかりのこと、えー、ずっとここ考えてます。 はい。で、どれぐらいすごいのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。はい。<laughs> ぜひ参考にさせてください。え、これはですね、えー、まあ、あの、以前、あの、第三元とね、えー、言われたこの一番超広角のラインナップで、16から35の F2.8L、えー、というレンズですね。えー、これ、旧型の方です。はい。えー、焦点距離16ミリ。こっちも16ミリ。F4、えー、同士で比較してみますね。これが、このコーナー見ててくださいね。これが、こうなる。 全然違いますよね。何て言うんですかね。この、えー、ニッパチのこの大三元のね、えーまあ、L レンズですよ、えー。がこのフルサイズの隅で青ハロみたいなもの,この、ね、フリンジみたいなものとあともうぼやっとしててねコントラストも下がって解像力が非常にこう低い状態だったのが、ね、えこんだけくっきり改造してますね。 これはね、ズームレンズでね、これはすごいですよ。うん。びっくりしましたね。まあ、若干ね、<laughs> あのー、やっぱりあれですよ。あのね、うーんとね、TSE ちょっとこう引き合い出すと、まあ、反則かもしれないんですけども、えー、まあ、TSE の 24mm よりは若干ちょっと甘いかなと思われるこの 17mm。こっちの方が高いんですけどね。これと比べると、ね、これがこうなって、この、この両者の比較。 ね、えちょっとこのね、えー、ズームの方はさすがに Y 極周差っていうんですかね、Y 極周えこれはね、たる、えー、型、うん、糸巻き型じゃなくて、樽型のこう膨れるような感じの、えー、Y 極周差があります。あと、TSE と比べるとですね、なんていうんですかね、この、ここ、ここ、ここ、えー。ちょっとね、ちょっとこう色ずれ。うん これは倍率の色収差なのか、パープルフリンジなのかわかんないですけど、まあ、ほぼね、えー、ない、えー、ようなレベルでもあるんですけど、こう、TSE の無修差と比べると、ちょっとね、えー、落ちるところはあるんですけど、価格はですね、半額以下なんですよね。えーうん、この、実売価格。えー、こっちの TSE は、えー、23万、4万するわけですよ。ね。実売でね。で、こっちはですね、えー、なんと11万円台。 で、変えてしまう、ね、でこの Y 極周差っていうのは、あのー、星のその形とはあんまりこう関係なくてですね、景色がちょっとこう歪んで見えたりとかするんですけど、逆にこれが、何て言うんですかね、あのー、パースの関係というか、パースとはまた違うかな、えー。まあ、超広角ならではのこう、なんかこう、歪み感というかね、うん、ある意味、こう、味だったりするわけですよ。はい。で、解像度もですね、 TSE のえか、まあ、開放同士のね、F4 だから開放同士でこう比較してるんですけど、確かに TSE の方は色収差っていうのは少ないです。はい。色消し性能は高いんですけど、ここら辺見てるとですね、ね、こっち TSE。こっちが1635。ちょっとね、あの、この1635の方がコントラストが高い気がしませんかね。うん。ここなんかちょっと見てくださいよ。これは TSE。 ね、ここねここね TSE1635TSE1635 ほらコントラストがちょっと高いような気がするんですよだから、えー、倍率の色収差っというのは、えー、その性能はやっぱり TSE には及ばないものの、えー、周辺のコントラストとか、えー、シャープネスというのはひょっとしたらね、えー、互角かそれ以上かもしれないっていうねうんところなんですね、はい、ちょっとね5.6つまり1段絞ってみましょうか 一段絞って両者比較してみますとですね、これも TSE かなりシャープになってますね。これが1635だとこう。ね、これがこう。やっぱりね、この Y 曲周差っていうのがズームレンズならではなのですかね。もしくは TSE が非常にこう補正性能が高いんですかね。というのと、あとここのね、赤っぽいこうズレね。 これがねやっぱね5.6の土俵でこう戦うとどうしてもこうね、えー、見劣りしてしまうところはあるんですけどもねかなりレベルの高い、えー、まあ比較かなっていうふうに私の中では思いますなぜなら私が以前 5D 初代の 5D を持ってた時のねこのまあ一緒に買ったレンズである1740というねこれも F4 同士のレンズです え似たような、えー、こう F 値と焦点距離でこう比較しますとですね、ねこれが1740、ね。昔持ってたやつです。でこれが最新の1635、ね。周辺光量も多いですし、うんだいぶ改善されてるっていうのが、これ遠目で見たら分かりますね。ここら辺の分解。ねうん、こういったこの文字のね色づきとか、うん 相当性能が高いんじゃないかなと思うわけですよ。で、えー、こっちね、1635同士の、えー、こっちはニッパチの、えー、L2 だから最新のやつですね、えー。こちらの方が価格は高いです。はいえー、これと比較してみましょうか。えー、ニッパチだとね、当然開放だからちょっと甘くなっている。うん、で、えー、今度 F4 に絞るとですね、えー、どうなのかっていうところですね。まず遠目から見てみましょう。えー、これが高い方。 ね、こっちがおすすめする安い,い安い方。高い方、安い方。高い方、安い方。高い方、安い方。ちょっとでかくしてみますね。高い方、安い方。高い方、安い方。<laughs> 高い方とか、うん、ニッパチ F4。日チ F4。これ F4 の方が、これ開放であるにもかかわらず、こっちの方が解像力が高いんですよ。ね。 えーまあ、わずかなのか、まあ、この差がでかいのかわかんないですけど、上回ってるんですよね。で、価格がこっちは、えー、11万とか12万とか。で、まあ、ね、えー、店によっては入手できてしまうということなんですね。はい。ちょっと違う商店駅でも、えー、比較してみましょうか。24ミリ。ね。えー、24ミリで比較します。えー、こっちが日鉢の高い方。こっちは安い方。 高い方、安いあ、これぜ、結構差ついてますね。高い方、安い方。高い方、安い方。うん。やっぱりね、こっちのが上なんですよ。すごいね。35ミ、mm、リ。<laughs> まあ、同じく F4 同士で、えー、高い方、安い方。高い方、安い方。ね。高い方、安い方。高い方、安い方。すごいですね。圧勝ですね、こっち。全域でこっちが勝ってます。はい。 ちなみに TSE の 24mm を今 24mm にしてね、えー、さっき比較したんで24で、えー、やってみましょうか紙レンズですね、えー、TSE24mm の F3.5L2 ですね2の方ですねはい私が今持ってるやつですねこれを F4 にして比較しますよあもうすごいですねこれでもね確かに こっちの TSE の方が上ですよ。ね。だけど結構いい勝負してますよね。これ。わずかな差なのか。まあ、この辺ちょっとぼやっとしてますけど。いや、だけどね、これ F5.6 とかにしたら、どうなん、どうなんだろう。F5.6TSE。こっちは 1635TSE1635TSE1635 16 16。うん。差がつかなくなってきますね。 うん、いやいやすごい。これはね、これは買いですよ。うん、成型写真を今後やりたい。ね。天の川を、えー、シャープに、まあいろんなこう切り取り方してみたいとか、地上景色を入れてみたいとか、えー、今まではですね、まあ,あのニコンのね、えー、紙レンズと呼ばれた、ちょっと出してみようか、これ。えっ、ー、とね、ニコンからあるんですよね。えー、っと、1424ってやつね。 これがね、成形写真ではかなり使ってる方が多いですよ。ね。えこれの同じ 16mm で、うん十六ミリね、うん。こっちのワイドタンの、えーまあ、F、どっちなんだろうなこれちょっとちゃんと見てないからわかんない。4にして比較しますよ。これ紙レンズ。ニコンの紙レンズ。これ1635新型。いきます。えー、紙レンズ。 1635。紙レンズ。1635。紙レンズ。1635。紙レンズ。1635。シャープネスは、コントラストが若干こっちの1635の方が眠い感じ。で、色収差は、ね、倍率色収差は、紙レンズの方がこれ負けてますよね、これ。ここ、えー。パープルと緑ね。これ、紙レンズ。こっちの方がね、色付きが強いんですよ。 で、なおかつ、ここ、えー、これね、フルサイズの最終編だけじゃなくて、こういったところでも、このミッドフレームっていうところね、えー、中心と墨、えー、の真ん中あたりでもですね、ほら、色消し性能が違いますよね。これはね、あの、紙レンズを超えた感がありますね。うん。超えた感があります。まあ、あの、F 値の違いというのはありますんでね。 あれなんですけども、まあ、同じ今ね、開放、まあ、大口径のレンズを絞った画質はいいだろうっていうね、大前提というか、こうね、常識があります。うん、で、え、まあ、その傍らね、こちらは開放 F なんで、条件が悪いわけですよ。ね。で、5.6に絞った同士でこう比較するとですね、あ、これもやっぱり違いますね。色が消えないんですね、この紙レンズは。 ニコンの紙レンズは色が消えないところがほら消えてるでしょここもねここもほら1635こっち紙レンズ1635紙レンズ1635ここ見てくださいねこの文字の色ね紙レンズ1635紙レンズほらここの赤い色付き紙レンズ1635いやもうこれはねすごい絶対買いですよ この1635の F4L は、成形あの、星取りに向いてます。うん。僕はね、これはもう確信しますね。天の川を、例えば、ね、<laughs> 白鳥座がね、バーッとこう流れてる、バーッと流れてる。で、縦構図で、えー、16ツはかなりこう広く入るんですよ。ね。で、バーッと流れてる、かなりこう広いアングルで構えたときに、えー、ちょっとね、解像力の、えー、劣るレンズで、えー、撮った場合にですね、 どうなるかっていうと、こういう,こう、こういう状態なんでね。こういう状態なんで、えー、それをね、天の川こ,こうやってこう、ね、縦構図で撮ると、星のね、四隅というのが、こう、肥大して、ぶわーっとでかくなるんですよ。で、ウェブとかちっちゃい画像でそれをアップしても、そのでかい感じっていうのがすごいこう目立つわけですね。隅の方がね。うん。で、えー、こう、でかいし、肥大するし、えー、まあ、飽和するし、みたいなね。 うんあのー、すごい、ね、目立つんですね。うん、で隅までくっきりなやつは本当隅までそういう肥大感がなくてもう細かいんですよ。はい、でそういったなんか目線で見るとこのこのね、あのー、まあ決してね、あのー、56万の安価なレンズとは言いませんけどズームレンズで11万とはちょっと高いのかもしれないですけどでも、ねあのー、かなり頑張ってくれた。 えー、キャノンさんにはね、レンズじゃないかなっていうふうに思います。えー、ぜひですね、このニッパチじゃなくて、この F4 の方ね、うん、1635の F4 の、えー、この、まあ、超広角ズームですね、今後、えー、これはですね、成型写真やる方に、特にですね、まあ、成型写真やる方っていうのは結構明るい F 値を求めるんですけど、私が今やろうとしているのは、特に明るい F 値である必要ないわけですよね。うん 長時間ずっとこう追っかけたりしますんでね。はい。なので、これはね、いいと思いますね。僕はね。これ、もう気になる方は、これをぜひチェックしてみてほしいですね。1635F4LISUSM ですね。はい。いろんなサイトでね、えー、評価が上がってます。やっぱすごいという、こう、絶賛の声が多いですね。はい。この違いですね。この違い。うん。この違い。はい。ぜひ、あのー、これをですね、 あのまあ余裕のある方は手に入れてみてください。はい、ということで、えー、今日はですねキヤノンの EF1635F4LISUSM というね去年出たばかりのこのねキヤノンの最新鋭のレンズのご紹介をさせていただきました。ありがとうございます。